はい、皆さんこんにちは、亀鉄です。2023年9月23日春日部ウォッチングのスタートです。はい、野田線ホームですね。なお新ルートの紹介は5分ごろから紹介予定です。それまでは春日部駅の構内ウォッチング、夜の様子をお伝えします。まずこれ区間急行に乗ってきたんですよ、大宮から。区間急行ってね、本数あんま多くないんでね、ちょっと珍しいかなって感じで撮ってみました。はい、そして春日部駅のね、今あの東武ラーメンのお店が映ってますけど、野田線のホームですね。どっちも1万50かなの車両ですね。なお区間急行は以前設定されていた急行と一緒で、大宮、岩槻、春日部と泊まり、春日部から先、柏までは各駅に泊まるという種別ですね。以前の急行電車の停車駅を今は区間急行として運転してます。今のね、野田線の急行はパワーアップしてますからね。はい、ということで春日部ウォッチングスタートです。はい、3番線ホームに行ってみましたら、何やら列車が止まっております。そう、これはいわゆる2番線中線みたいなねやつがあるんですよね、春日部駅は。はい、ここにですね、 TH ライナーに使う車両が一時的に止まってますね。まあ、夕方のね下りラッシュに使う列車をどんどん送っていくんですけど、その列車をね一時的に2番線にね退避させるってことがあります。はい、そして3番線には区間準急東武動物公園行きが到着するようです。もう春日部から先はね各駅に止まるんで、準急っていうとね間違えちゃうからね、区間準急でも間違えちゃうから、各駅に止まりますっていう言い方を駅員さんがしてますね。いかにも東武らしい、これ1万50かな、6両編成、しかもこれは未更新車ですね。緑色のふかふかシート、あまり乗ってませんね、まあ、動物公園止まりですからね、という感じで。到着の列車は終点まで各駅に止まります。関順急東武動物公園行きです。はい、そしてですね、まあ、夜の様子も撮っておこうというところですね。これは春日部止まりの野田線の電車ですね。7番線から出発して、こっちもね折り返し線があります。1万50ですね、これ。あ、これも未更新車ですね。なんで未更新とかわかるかっていうと、まあ、単純にも椅子がね、昔の緑色のやつは未更新って言っていいでしょうね。青いんですよね。で、仕切りがね、ドアのところに仕切りがついてるのが更新車。まあ、結構わかりやすかったりします。ちなみに、西武さんのサステナ車両の話がありましたけど、VVVF 化するっていう。東武鉄道では、絶賛カルダンクド、活動中でございます。はい、チョッパー制御の車両もいますけど、はい、VVVF 化率 100% はいつのことやらという感じですが、まあ、これが東武クオリティですね。まあ、車両が多すぎるからねっていう風にね、野田線の車両を見てたら、あ、出発していきます。2番線が出発信号機青になりまして、進行信号ですね。TH ライナー用の車両が出発していきますけど、これ椅子がロング状態で行くんですね。これ後で転換するのか、それともこれはロング用の日比谷線からの運用なのかはちょっとごめんなさい、この時わからなかったんですけど、出発していきました。車掌さんも乗務してますね。こんな感じでね、2番線結構対比で使うんですよ。まあ、夜ね春日部駅で利用されている方だったら見たことあると思いますけど、まあ、後でね、また別の車両が2番線入るのも撮影しておりますので、ご覧ください。はい、跨線橋渡りまして、新しい通路切り替えの方を見ていますが、上からだとあんまよく見えないですね。はい、2番線と5番線、6番線がない春日部駅の案内ですね。パッと見ないからね、まあ昔の国鉄廃線みたいな感じですよね。1番線の浅草方面行きの方も降りてきました。反対側3番線に到着するのを TH ライナーですね。下りの TH ライナー、乗車できませんって案内です。こんな感じ、今の1番線、もう白いフェンスで囲われてまして、物産コーナーとかはねもう見えなくなって久しいですけどね。その付近もまだ木の柱がね残っております。このね壁の向こう側にあったんですけどね、もう取り壊されちゃいましたね。うん、
で、ここのね、黄色い線の内側がすごい短いっていう。あ、そしてまた、はい、2番線に回送電車。今度ね、更新車ですよね。椅子が今青かったの分かりますでしょうか。特急券売り場あります。お、次スペーシャル X 来るんだ。うん、タイミング良ければ一応撮りたいですね、夜のスペーシャル X も。はい、夜だとちょっと見えづらいですね、このアクリル板ちょっと反射しちゃってよく見えないですね。うん、さすがに夜はガガガガッと工事してませんので。ということで、このね、地平のホームから東口の駅舎まで行く通路切り替わりまして、こちらです。以前はここすぐ左に曲がってたんですが、ここね、この壁がなかったんですけど壁になりまして、こちら側が逆に新通路です。なんとですね、階段段差があるんですよ。まあ今時珍しいですよね。うん、でまあ展示ブロックはあるんですけど、ちょっと車椅子利用の方とかは利用しにくいかもしれないですね。まあ、白杖をお持ちの方とかだったら、まあ展示ブロックあるんで、まあ、段差に気をつけながらは、うん、わかるんですけど、やっぱり工事の都合ですよね、完全に。この段差にして1段2段上げないと、この下の工事の、まあ、1段2段じゃなくて4段ぐらいありますね。やっぱ干渉しちゃうんでしょうね。もうこれは東武さんとしても本当にやむを得ずって感じじゃないですかね。本当は段差なんかない方がいいんで。で実際の切り替え前の通路は段差なかったですからね。はい、そしてこちらが東口の改札です。で展示ブロックもね、ちゃんと移設されてますね。古い方は撤去されてました。うん、こんな感じですね。なんかね、カクカクっと曲がってて迷路状態。ちょっと利用はしづらくはなっちゃいましたね。まあ工事の進展なんでしょうがないですかね。はい、東口の改札です。はい、でもう一回戻ってきまして、ここがね、今上り仮線副本線かなのちょうど、線路が敷設されるであろう場所ですね。ここでこの場所が、新しいね、島式ホーム、上り、仮島式ホームが作られる場所 でもうちょっと進む、あ、メラーもちゃんとついてますよね。でちょっと進むと、はい、今ここがいるところが上り仮本線ですね。本線に当たる場所です。だこの下にね、アスファルトの工事とか線路の敷設関係のがあるんで、ちょっと段差になってるんでしょうね。まあ、展示ブロックはあるんですけど、ちょっとね、うねうね曲がってるんで、まあ旅客同士がぶつからないといいなと思います。で1番線ホーム来まして、右側に曲がりまして、北春日部寄りに歩いております。はい、これがね、結構このチャンネルでは最初初期の方に撮ってましたね。木造と、鉄骨が合わさる場所みたいな動画も以前出しておりました。この場所のね、フェンスがここまで高くなくて、新しい東口駅舎作ってるのが見えたんで、ここでよく撮影をしておりましたが、時間が経つのは早いですね。お、スペーシャル X 来るみたいですけど、はい、こういう風にね、2番線に、まあ、ホームがないね、2番線が待避線になってまして、こういう風に、ね、スペーシャル X の、 通過っていうかね、追い抜きを待つわけですね。いやー、夜来るのかっこいいですね。夜もまたね、こう照明がね、いいですね。今まで乗ったのが東武日光浅草とか、スペーシャル X 乗ってまして、昼間の撮影が多かったんですけど、いや、夜間の撮影は撮影でかっこいいですね、ライトがね。はい、コックピットラウンジでございます。ちなみにこのスペーシャル X は1日の最後となる運用ですね。鬼怒川温泉から戻ってきて浅草に向かう運用です。2号車と5号車の、扉のみ開きます。まあ、出入りもね、そこからしかできないんで、ちょっと注意が必要ですかね。はい、出発のね、乗降終了合図出まして、出発進行ですね。いやいや、夜見てもかっこいいですね。このね、純白の車体は時間選ばないですね。昼間でもかっこいいんですけど、夜でもね、反射が強くてかっこいいですね。
まあでもこのね春日部駅の地上ホームもね、もうあと8年ぐらいではなくなっちゃいますんで、スペーシア X と地上駅舎っていうこの構図もレアになるですかね。まだ2番線待避線止まってますけど、お奥をリバティの下りが通過していきます。これは両毛ですね、6両編成だ。うん、お見事にかぶられました。こちらは日比谷線の1万3000系、まあ、こういう光景もね、うん、何気ないですけど撮っとくといいかなと思いまして撮影してみました。はい、あの古戦橋の階段から見てます。上から見るとこんな感じ、結構ね折れ曲がってますよね、あのこの仮設通路ですね、こんな感じになっております。奥が東口駅舎。古戦橋の上からも撮ったんですけど、ちょっと光が反射してね、うん、まあ、あの旅客がね通過してるのは歩いてるのは見えるかと思うんですけど、ちょっとごめんなさい、さっきの映像の方が良かったかな。うん、こんな感じですね上から見ると。うん、あの昔のね東口の駅舎があった場所ですね、三角屋根の。はい、今回もチャンネル登録、いいね評価ぜひぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。次回の動画で、お空気の換気してます。